はい、というわけで246沿いにやってきてるわけですけども、ここちょうど池尻の高速の出口なんですが、この出口の下あたりにあそこですね、あの空間はすごい気になってるんですよね、普段から。あの傘の下にどんな世界が広がってるのかっていうのが非常に気になりますので、あそこに行ってみたいと思うんですが、信号がないのでどうやってあそこに行ったらいいのかっていうのがちょっと分かんないんですけども、あ、ちょっと人はいますね。あれは、あ、ちょっとこっち気にしてくれてますね。あれ、あ、違う、行っちゃった。ちょっとあの人に聞いてみたらいいですかね。ちょっとこっからこうズームで見てみますと、共同校の補強を行っていると。多分あの中から下に共同校がつながってるんですね、多分ね。で、中に入ってる人の、名札とか、工程表とかいろいろありますけど、まあ、これは多分あそこのことだと思うんですね。白バイ来たりしてますからね。あ、挨拶かわして、あの人ちょっとどうやってそっち側に行けるのかってことを聞きたいんですが、非常にまあ246ってことで車通りが多いわけですけれども、あ、あの人来ましたね、来ましたね。あ、ちょっと聞いてみますか。あ、すいません、そこって共同校に繋がってるんですか。あ、なんか、あ、ちょっと、あ、ちょっと今なんか言ってた。あ、あ、なんかジェスチャークイズみたいになっちゃってますけど、あ、地震帯の共同校の補強を、あ、このその中で、あ、あ、そっちってあそこから入れるんですか。あ、あっち側から、あ、え、中に入って、あ、え、何キロぐらい、何メートルぐらい、1000メーター、深いんですか。うん、あ、そんな、あ、それぐらいの幅で、置いといて、あ、あ、2メートル、あ、身長ぐらいの2メーターぐらい、あ、こっちが、あ、こう行って、そっち側って行けるんですか。こう渡っていけるんですか。ああ、ああ、ちょっとこっちの、ああ、質問が通じてないです。ああ、電線、ああ、ああ、ああ、地震対策、ああ、あ、来年、あ、そっち側って渡れるんですか。そこちょっと見ても大丈夫ですか。あ、見えない。あ、そっ、あ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 そこから渡、あ、あっちから、あ、あ、してたら、あ、ありがとうございます。あ、今日1キロぐらいの共同校がぐーっと
左右ぐーと、あ、なんか言ってます。詰め所。ああ全然聞こえないな。なんだ。ああ分かんない、聞こえないな。分かんないですね。こっちで説明を。